はい、速稼塾の久保です。まあ、お話したようにアメリカのテスラモーターズ、ビットコインの決済を再開する可能性が非常に高まっているということでございます。これイーロン・マスク氏がね、言われたそのコメントにも端を発してるんですけども、前回5月のことでしたかね、イーロン・マスク氏が初めてビットコインをこのテスラモーターズの、ね、商品を買うときに使えるようにするよって言ったのを皮切りに500万円から一気に700万までビットコインの価格が急騰したことは記憶に新しいと思います。で、このテスラモーターのイーロン・マスク氏が一時的に環境負荷を考えてちょっとビットコインでの決済やめようかなと思ったのが、まあ、今のね価格300万円割るんじゃないかなってとこまで急落した、それこそね最盛期の半額以下に落ちてしまった、その要因ではあると思うんですよ。となるとですね、このイーロン・マスク氏が何を言ったかによって暗号通貨市場っていうのは今ね操られている、動かされているっていうところもあると思います。もちろんイーロン・マスク氏が意図的に価格を操作して利益を取っていこうっていう風なね、そんなねせこいことをするとは思いませんけども、ただやっぱりイーロン・マスク氏の発言っていうのはこれからの暗号通貨、もうこれからね環境負荷に関してもう無視できないものになっているぐらい大きなものになったっていうのはね確かだと思うんですよ。ちょっと記事の方読んでみましょうか。21日のことですけども、ロイターです。アメリカ電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者 CEO は21日暗号資産、仮想通貨ビットコインのマイニングに使用される再生可能エネルギー量に関する査定の実施後に同通貨を決済手段として再び受け入れる可能性が高いとの見解を示した。ここなんですよ。21日といえばこれから3日前の話です。3日前にこういうことを言ってるんですよね。これに対して多くの投資家は期待して資金をビットコインに入れ始めている、もしくは入れようかと思って資金を準備しているってことが伺えるんですよ。続きますね。21日の取引で早速ビットコインは 8% 上昇しました。いかがですか。持っていた100万円が108万円になったと。8万円儲かっちゃったって話なんですよ。で、あなたの財布の中から100万円が108万円になったらすごいでしょ。だからこれをイーロン・マスク氏がちょっと一言放っただけでそれがそう起きたってことなんですよ。で、まだまだ続きます。で、イーサリアムは 11% 以上の上昇、テスラ株は引け後の時間外取引で 0.8% 安となりました。このテスラの 0.8% 安については特に言及はありませんけども、まあ、あの記事の方を続けていきますね。イーロン・マスク氏は3月テスラ社の購入にビットコインの利用を認めたが、その後2ヶ月足らずで受付を停止すると発表したということで乱高下が起きたということですね。売り抜けた方本当におめでとうございます。で、イーロン・マスク氏は21日に開催された仮想通貨カンファレンス BWORD で再生可能エネルギーの使用率が 50% かそれ以上ある可能性が高いということや、この比率が上昇傾向にあることを確認するためにもう少し、デュージレンス査定を行いたかったと述べて、これが確認できればテスラはビットコインの受付を再開するだろうと語った、ね、これはだからビットコインが、テスラによって用いられるのはそんなに遠くないよってことですよ。ということで近々ビットコインの急騰は必ず来ると思います。少なくとも今年以内には来ますね。この夏かもしれません、もしくは秋口かもしれませんね。で、テスラの一部投資家や環境保護主義者らはビットコインの採掘で化石燃料を使用した電力が大量に消費されることに批判を集めている。確かにテスラモーターっていうのは電気自動車ですから、実はその電気を作るために環境負荷をかけるための発電っていうのが行われてるんですよね。で、プラスビットコインでしょ。ビットコインも電気代使いますからね。だからダブルで電気代が必要だと。その電気代は環境に負荷をかけるための火力発電によって行われているのが現実ですから、そうなるとテスラモーターズがね、ビットコインを受け入れれば受け入れるほど、テスラの景気が良くなればなるほど環境負荷はかかってくるというパラドックスに陥るわけなんですよ。ですので、ここのバランスが取れたのを見計らってビットコインえいやって話になるんですよね。で、最近は太陽光もね、日本国内だけだと思いますけども、かなりね景観を荒らしたりとか、昔ながらの土地を壊したりとかね、そして鳥や小動物が住まなくなってきて、まあ、田舎にパネルっていうのを引く例が多いんですけども、田舎らしさが失われてふるさとが壊れるとかいうねクレームも起きたりとか、訴訟問題に発展したり、最近でしたら土砂崩れにかなりねメガソーラーっていうのは原因があるんじゃないかっていうふうな研究も出たりとかしてね、でメガソーラー事業も一旦ちょっとね足取りが重くなるところがあります。つまり再生可能エネルギーの金字塔となるはずだった太陽光パネルっていうのはこれからどんどんね可能性を弱めていくんではなかろうかということで、小泉進次郎環境大臣の責任は重いわけですけどもねそういう形がありましてね、もしかしたらビットコインなり暗号通貨なりテスラモータースっていうのは成長を止めるんではないかなというふうに考えることもできます。
でただね、環境への影響を軽減するために、再生可能エネルギーの使用に取り組む採掘業者は増えつつあるということです。まあ、ですので環境に負荷がかかるなら環境に負荷をかけないための研究を進めて、でさらに電気をどうするかを考えていきましょうということなんですよね。でこれに対してマスク氏、イーロン・マスク氏はテスラの使命は持続可能なエネルギーの出現を加速させることだと言って、かなりねエネルギー開発に前向きなんですよね。クリーンエネルギーが実現すればイーロン・マスク氏の会社っていうのはもっともっと規模を大きくすると思いますし、ビットコインっていうのはもっともっと急成長すると思うんですよ。だからここにかかってるんじゃないですか、カーボンニュートラル。テスラ氏はビットコインのエネルギー使用量について適切な査定を行う企業でなければならないというふうに思ったということで、テスラモーターズも環境にかなり配慮した SDGs な会社であるということがここでわかるわけなんですよね。またテスラとスペース X が所有するビットコインとは別に個人的にビットコイン、イーサリアム、同時コインを所有しているというふうにこのカンファレンスで明らかにしました。で最後にこういうふうに言ってます。私は価格を押し上げて売ることを信じない、ビットコインが成功するのを見たいということで、イーロン・マスク氏ビットコインの成功を願ってるわけなんですよ。つまりですね、これからビットコインはイーロン・マスク氏をリーダーとしてかなりね本格的に利益をどん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 出していく、つまりビットコインの値段は上がるんだよという私なりの結論がここに集約するわけなんですよね。ビットコインの仕込みは100万以下で私は完全に終わってます。追加で購入するつもりはありません。ただこれから300万400万のあたりで購入するチャンスがあるんではないかなっていうふうな見方も今回の記事によって私は明らかになったという気がしますんでね。また700万1000万時代が到来するときにあの時買ってよかったみたいにならないようにしないといけないっていうところと、あとはね、暗号通貨ビットコインは投資ですからパーになる可能性はいつでもあるということなんですよ。そこも覚悟しながらなかなかねバランスの取れた投資が難しいということになりますけどね。皆さんどれにお感じになったでしょうか。それではまた別の動画でお会いしましょう。